1月2日土曜日、おはようございます。駅伝見てたらお昼になっちゃいました。と言っても最後の10キロぐらい見てないんで結果見て分かんないんですが、とね、工作したいんでその材料を探しにららぽーとまで行きます。お昼はお蕎麦屋さん、割とすぐに入れたんでね、よかったね。いただきます。うまー。ほのかな冷やしごまだれつけそば。こんな卵ついてたっけ。納豆ぶっかけそばとスタミナ山かけとろろ丼。お願いしてしそを抜いてもらいました。うずらの卵が端まで来ちゃったのがちょっと残念。じゃあいただきます。これから工作開始です。ワイヤーネット4枚とジョイントが1つ、トータル500円、税込み550円。出来上がりました。これで真上から取れる。あとはこの上に照明を置いて OK です。照明が乗ってバッチリです。じゃあスタバ福袋開けます。うちは2箱当たって、その1つ目、ハイタンブラーで新年を始めよう。スタバさんのマークがついてて、これは何、プチンってやるの、回すの、回すんだ。ステンマグ355ml、トールサイズが入るね。いかにもスタバ。これはプラスチックのマグ。あっちゃん。冷たいのだけなのかな。あったかいのでも大丈夫だよね。はい。タンブラーとステンマグ。はい、これが、なんだ？あ、柔らかい。あ、ここも取れるんだね。このマークがついてるの。フラペチーノとか頼むとき用のやつってことかな。まあ、かわいいやつです。ポリカーボネートっぽいかね。材質は。はい、こんなです。くまちゃん？くまちゃんだるま、福だるま。続いてこれはおざぶ。ふわふわあったかそう。なんかその辺で座るとき、お散歩行ったとき、2つ入ってんのかな。そしたら枕にもなんのね。おー、なんか可愛いのが多いね今年ね。定番のパイクプレイス。でこれがコーヒー豆引き換えカード、1月4日から6月30日まで。これは1つ、 250g と等交換です。まあ先に全部来るとしけちゃうからかね。そしてこちらドリンクチケット、6月27日まで。これが何枚入り、6枚入りです。これはいくらまでだっけ。500円、800円、なんかいろいろそういう決まりあったと思います。トートバッグ、これも横にいろいろポッケがついて、スタバのマークがついて、ちょっとここ折れちゃってるのが残念ですけど、ボトルとかここに入るようになってんだね。のトートバッグです。以上が1つ目です。あと、画面に入りきらない。トータル7500円です。
はい、同じの入ってました。だね、これは同じものです。これも同じもの。冷たいの飲むよ。これがでもガラス蓋、ガラスのカップ、グラス、ステンのタンブラーは同じもの。あとみんな一緒ですね、はい、コーヒーチケットと豆引き会券、そしてパイクプレイスの粉、はい、これも同じものです。そしてトートバッグも同じものでした。違うのこれだけか、違ったの ね、これとこれが違うもの入ってましたが、他のものはみんな一緒。楽しかったのかつまらなかったのか、はい、トータル 1万5000円の散財でした。以上、ん？以上だよね。以上スタバの福袋ラッキーバッグでした。